で日本の教育ってみんなさ下を上げるじゃん、はい、でも今のご時世さ教育って上伸ばさないとダメだよね。上の 25% と下の 25% っていうのは下はまた下で落ちちゃうと足引っ張りますよね。でそれを上げることと上を伸ばすことだけど、日本のやってるの真ん中の50何やってどんぐり使ってもしょうがないですよ。だからかつての日本ってどんぐりでよかったんだ、まあ、スイミーとも言いますけど、ね、昔スイミーって覚えてます、ね、あの童話でさちっちゃい魚が集まってでっかい魚になってさサメを脅かすってやつ。日本はあれだから。だからね面白いよ日本の、まあ、アニメとかさ海外で日本人が言うほど人気があるかどうかはさておこう、向こうで流してるけどフランスではフランス語で喋ってるからどこまで日本人かよくわからんしさ。でもまああるとしてもさ面白いね。日本文化に興味のある人がいるけど日本人には誰も興味ないと思う。そりゃそうじゃん。どんぐりでさスイミーじゃさ興味ある、はい、みんな一緒やん。でみんな粛々とそういうの作るわけよ。だって教育だって小学校からさ高橋さんとこのお嬢さんとかそうかもしれないけどさみんなと違う子はかわいそうよねとかそれじゃダメだろ。かたやみんなと違うとかわいそうよねって教えながらいやー個性的でってお前大丈夫かみたいなもうね、ほんとこの国の教育とかやってることでもなんちゅうのいい加減っていうのかな、やってる感だけで何もしない。でこれ A と B 違うじゃん、アクセルとブレーキ一緒に踏んでどないすんだお前みたいな。だから本当に変えたいんだったら小学校からみんなと違っていいわよ。だからイギリスとか例えばデンマークとかあの辺の保育園って面白くて一応行くじゃないですか。で髪切ったり、要するに色髪じゃないけど、いろいろやりますよね。で、皆さんやりましょうねっていうね。で、一人全然違うことやる子がいるんだって。で、それこそそれで OK なの。日本だとどうすると思います？何々ちゃんダメでしょ、今は切るんだとこうなるわけ。で、そういう教育をずっとやってきてさ、何が個性的になるんだ？でさ、英語なんてさ、正直言ってさ、日本人のさ、全員が必要なんてあるわけないじゃん、こんな国。それを小学校からチーパッパみたいにやってさ、チーパッパのやればって何の役に立つの？あのもんやりたい子たちがやりゃいいんだよ。で、それがさ、塾に行かなきゃダメだって言うんだったらお金があれだから。だからやりたい子もやりゃいいじゃない。でもできないんだよね。そうするとやらない子は後でかわいそうだ。おい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 って。そんなこと言っててさ、そこは上げてたらさ、多分そこが上がる前に国の底が抜けるわ。でもなんか国民がそれがいいんだよね。だから国民がそれを望んでるから、その、よく話してさ、政治家はバカかって話があってさ、実際見るとみんなバカだけどさ、某 OB の仲間の人もいるのであまり言ってはいかんのかもしれませんけど、やっぱり政治家はもともとバカである。いや、あのバカしか選ばれない。政治家になったらバカにならなければいけない。多分3番目だ、ね、いや多分政治家はバカでなければやっていけんと思う。見てると、だって今回のさ高齢者に5000円出すってバカだと思いません？それを言い出したのが某マッキンゼー卒のねえ某 M さんですから、彼がそんなバカだと私は思えない。それが言い出しっぺって言われるんですよ。でそれもだって本当にさマクロスライドが発生するから5月からさ年金ってさ5000下がるらしいんだよね。でその時に参議院選挙あるじゃん。だからそこに5000当てるって楽しくないですか？それを真顔で政治家片やさウクライナでさあんなことしてる時にさ、いや5000円とかやってるわけよ。で正直5000配るために一体いくらコストかかるの？何百億とかかるんですか？かるでしょ。でもそういうのを真顔でやるわけよ。でもきっとそれ欲しい人いるんだろうかね。当然ですからね。ねえ、10万円だったらね、欲しいだろう人いるだろうけど。でもそれもさ、みんなさ、すいません、私ら年だからあれだけどさ、若い人の借金だぜ。そうですね。あの MMT みたいなこと言ってるやつはいるけどさ、でもあれってインフレになったら死にませんって言ってるわけで、理論でも何でもねえからさ。結局は、誰かはやっぱ払わねえかんわけよ。で、別に永久にしてもいいですけど、今みたいに円がじゃあ突如120円になったじゃん、じゃあ200円になったらしようぜって。永久にじゃあ国債やったらいい。で、どうやってどうすんだよって。だって輸入品が上がるからさ、所詮インフレになるじゃん。そしたらもうパニックだ。で、その借金を負うのは若い人たちだから。まあ、ルシアン・ルーレットみたいなもんだね。あの、誰で当たるかなみたいな。今の借金は本当にね、どっかの世代で当たるんですよ。そうです、うん。だから本当にルシアン・ルーレットやってるみたいなもんだね。だからそれだったら政治家君にちょっとやってもらったらいいんじゃないですか。インフレは先生どうですか、どこまでいきますかね。日本自身は国内だけはインフレはないと思います。なぜかというと高齢者っていうのは基本的にさ物買わないじゃん。で結局彼らは基礎的収支ですら減らそうとして選択的支出ってもうしないじゃない。
で、このコロナになったからさ、観光地見るとさ、おじいちゃんおばあちゃん蒸発してません？いない。ほぼ蒸発していないじゃん。なんか箱根の妹あたり、昔さおじいちゃんおばあちゃんいたのにさ、今全然見ない。たまにいると、まあ、絶滅希少種のように一人いるみたいな、そんな感じだよ。だそうするとお金持ってるのはさ、っていうかもう全員が持ってるわけではないですけど、平均すれば持ってるわけじゃないですか。その人たちはお金使わないよね。外にも出なくなる。使わない。なおさら、よく言いますけど、コールしないコールオプション状態なわけですよ。だから私なんかも父親95ですけどね。でもさ、95のさ、親が死んでさ、70いくつの子供が相続したってさ、使わねえじゃん。で、長生きって結構不幸なのさ、いつまで生きるかわからない長生きリスクっていう恐ろしさがあるんだよね。だからさ、こう、すいません、過激なんですけど、ここにチップがあってさ、私80歳で死にますとかさ、90歳で死にますとかセットしてさ、それによって年金を変えると結構みんなハッピーかもしれないけど、わかんない、100歳まで生きるかもしれないじゃん。そしたらお金どうしようとか思いません？で、なおさらさ、年金ってこのまま行ったらどう考えたって機能しないよなとか言って、なおさら金使わないじゃん。そしたらなおさらお金使わないから、なおさら経済回んないよ。で、だから国内的にはどう見てもね、使わないと思う。だから消費が来ないから、今だって GDP ってまあ6割ぐらい消費じゃないですか、個人消費じゃない、それをしますよね。だから唯一あるすると輸入インフレがあるんだけど、まあ、輸入インフレでどこまで行きますかね。ガソリンとかあの辺はどうしようもないのかもしれないけど、他のものっておじいちゃんとかおばあちゃんってあんま食べないから、値上げするよりも中に入ってる量を減らしてません。減ってますよね。でしょ。だからあれ価格据え置きなんですよ。でもそうするとインフレにならないわけ。でしょ。確かに。だってどうせさ、同じ値段で売ってればいっぱい入っても食べないで捨ててようかな、一緒じゃん。そうすると変わんないよ。